芝居企画テコールの今日はあなたがテコリスト第2期。今日はあなたがテコリスト、略して今日テコとは、さまざまな企画とトークをお送りするゆるーいトーク番組です。この番組はハッスル FM キズナステーション 84.0MHz でお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net 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 でお待ちしております。はい、こんにちは。今日はあなたがテコリスト82回目でございます。イェイイェイイェイ、来ましたね。今日来ましたね。来ました、毎回来ましたねから。ね、これはもうエンジンだよね。そうだね、もうこのどん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 勢い乗ってね、喋っていかないと。そうですよ。はい、じゃあ、さらっといきますよ。はい。芝居企画テコール、作品主催、そしてこの番組のメインパーソナリティ、AKR と、アシスタントの斉藤優でございます。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、というわけで82回目でございますよ。ほっ。はい、前回、上岡さんから。来ていただきましたね。ねえ、で、いろんな案をいただき。ねえ。こんなんやったらいいんじゃないか、あんなんやったらいいんじゃないかと。もうすごいためになった。ねえ。ねえ、じゃあもうそんな中で、今日は一発、はい、だからなんか企画しようか、つって。お、いいですね。ねえ。何する企画しようかーって何も考えてきてない。考えてきてない。そんなバカな。もうついこの収録の前日にですね、はい、これ企画云々レベルではないんですけども、ええ、熱海行ってきた。どこ行ってきたって？熱海行ってきた。熱海に行ってきた。行ってきたの。おお、なにそれは温泉旅行みたいな感じです。日帰り旅行。日帰り旅行、日帰りで熱海行ってきた。日帰りで行ってきた。しかも、なんか、本当はね、嫁と二人で、ちょっと、ええ今日は風呂入りたいねと。ああ、なるほどね。白いお風呂入りたいねっつって、でいつも行ってる地元の湯じゃなくて、はい、スーパー銭湯じゃなくて、ちょっと奥多摩の方とか行こうかなと一瞬フラッと考えたのよ。はい、でうちの方からだと奥多摩も 1,2 時間ぐらいで行けちゃうわけ。あ、そんな近いんですね。そうなの。だから都会こっち側に来る、時間と同じくらいでだいぶ山に入れる。でそんなんで、うん、でどうしようかなと思った時にパッとうちのご近所さんの SV さん、はい、ああお世話になってます、はい、SV さん、はい、SV さんの顔を思い出しまして、うん、ちょっと大ちゃんとなんか日帰りでいい温泉ないかいとでプラスオアアンドかな、うん、アンド一緒に行こうかっつって。ああ、なるほどね。いつもだって忙しいから、そんな。そう。もう今もかなり忙しいらしくて。うんうん、知ってる知ってる。で、その中で、さ、ちょうどその日オフだったらしくて。あ、そうなの、うん、じゃあ、うちも子供連れて行こうかって話になって。はい。向こうの家族と、こちら夫婦と、いつも仲良し、鹿島いつきさん。これもまたお世話になっております。鹿島いつき様に。鹿島いつき様に、話を振って。で、鹿島さんには、ちょうどツイッターでなんか、今日は久々のお休みなので、一日ゆっくり寝て過ごすって書いてあって。ツイッターでね。ツイッターでね。だから休みなんだと。思って、おじゃあ疲れも溜まってるでしょ、つって。風呂行かねえかつって。いいねって来たわけね。それは何行き先を告げずに一切でダーッと喋りながら、はいはいはい、随分時間かかるなという話になった時に、月さんがパッと気づくとですね、はい、なんと車は高速に乗ってるわけですね。おやおやおやあれ高速ってなって、わ気づいてなかったんだとちょっと思ってた風呂屋と違うのかもしれないとでちょうどそのお車の中に、モニター、ミニモニターみたいなの、後部座席用についてる車で。あら、はいはい、ね、ありますよね。そう、子供用の、自転、ドラえもん自転みたいなやつ、植物とか、はいはい、昆虫とかを紹介してくれるやつ、ずっとかけてたの。そしたら割とあれが面白くて、でみんな結構見てたんだよね。それで、いつきさんは高速に乗るのも見過ごし。ドラえもんに集中してたから。ドラえもんに集中しちゃって。で気がついたら高速に乗ってる。目的地まであと3時間とか言われてる。高速で3時間って言ったらちょっと不安になってくる時間ではあるけどね。どこに連れてかれるんだと。行ってめでたく、3時間後、熱海に到着という。
そんなん行ってきたりとかしました。素敵な一日だったんじゃないですかね。そうですね。で、11時半から家出て、はい、帰宅もね、11時ぐらいには帰ってこれたのよ。あ、そう、うん、だからちょうど12時間ぐらい遊び倒して帰ってきた感じで。へえ。で、予算もそんなにかからず。まあそうだね、泊まりなしだったらね。うん、あの、車とね、あの、高速代とかは、あの、SB さんが出してくれちゃったんで。よっ！かっこよかったね。かっこいいね、そこは。もうバシッと俺が出すから。もう温泉なんか身に染みてね。ねえ。か、あ、でも、ツイッターでも言ってましたね。だいぶ体が軽くなったっ。そうだね。うん、やっぱ、潮の強い温泉に入りました。海の、あったかい海みたいな感じ。海なんじゃないのほぼ海なのかもしれない。ミネラルの豊富なやつね。そうだねで入った後とかに俺と大ちゃんとあのそのお子さんとね3人で入ったりしたんだけども、その子もまた可愛くてね。ああ、もういくつでしたっけ。もう今3歳かな、もうずっき4歳になるのかな。可愛いよね、走り回って。可愛かった。でずっとお餅を作ってて。お餅を作ってて、あの手ぬぐいあるでしょ。ああ空気入れて。いや、あのね、べちゃって濡らして、うん、それをずっとペチンペチンで叩くの。で、たまに踏んだりして、で、あったかいお湯につけて、うん、レンチン術とか言って、俺最初何レンチン術知ってんだろうと思ったら、うん、レンチンしてるつもり。あ、電子の。電子レンジの方。電子レンジの。とかやって、で、最終的になんかこう、踏み出したりとかして、うん、で、トレッシングをかけますとか言って、そのお湯をね、あら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 、手でチャパチャパっつってかけてあげて、それをまたペチペチ叩いたり踏んだりして、最終的に切ってとか言ってて、俺あれうどんだったんじゃねえかなとで、そんなんでね、3人でわちゃわちゃ遊びながら、いや楽しいじゃないですか。はい、ちょっとじゃあ、まあ、何分ぐらい使えるか分かりませんけども、はい、一回その模様を、まあ、お風呂はさすがに持ち込めなかったので。そうだね。だから怒られるからね。盗撮疑惑すごいことになるね。もう今だって書いてあるもの、お風呂場、脱衣所にね。あ、携帯の使用はご遠慮くださいみたいな。そうよね。あんなん取られた日にはね、粗末なもんですいません。なんか逆にすいません。すいませんってなっちゃうから。で、まあ、ちょっとなんだ、商店街を歩いてる様とかを、はい、ちょっと、お届けしたいなと。いいじゃないですか。はい。それでは、熱海に行って、ゴーテコール。はい、というわけで、今日はあなたがテコリスト番外編でございます。ただいまですね、熱海に来ております。そう、写真をいっぱい撮ってもらってね。で、京テコの方で流せたら、あ、京テコのは無理か、アカウントの方で流せればいいかなと思ってるんですけど、何するんだろう。街、やっぱり、信号あった、そうね、うん、ちょっと、にぎやかな通りの方行って。そう、で、多分あれですね、よくやってる、食べながらのロケとか、あれね、思いつきで。今日のあれですね、スペシャルアシスタント鹿島一郎でございます。なんかそうなっちゃいましたね。はい、あれはもうざっとその他大勢で行きましょうか。ねえ、なんでこんなことになったやら。ね、今日ほら5日がもうね、連続のお仕事でお疲れが溜まってるというので、ね、ちょっとお風呂に連れてってもらえるっていうことで呼び出されたんですが、はい、お風呂でございます。はい、お風呂ね、近場のなんかスーパー銭湯に連れてってくれるのかな、優しいなと思ったらですね、近場の温泉、近場の温泉になりましたね。うん、ちょっとスーパー、まあ、ある意味もう今の世の中全部スーパーかも。スーパーですけどね、うん、もうなんで熱海にいるんだろうね。今初めて来た。あ、そう、うん、お久々だね。もう五木さんとかの時代がちょうど熱海してた時代。日本のハワイと呼ばれた時代。なんでやねん、昭和やん。昭和だけども、バブルっちゅうたら熱海っていう感じ。バブル以前だからね、昭和初期だね。新婚旅行は熱海っていう時代だよね。あ、そうだね、うん、そういうの聞いたことある。ある、うんうん、俺もね、じゃあ多分ね、じいさんばあさんが言ってたレベルだよね。あ、そんな時代なんだ。さあ、そんなね、今のこの平成最後の世に熱海に来れたというのはね、いいことでございます。熱海シュークリーム、お、もう店が終わっておりますね。もう閉まってるね、これ人気だったのかな、うん、5時、え、4時か、4時だ
からね。4時16時でございます。あ、着物着ましたね。あ、やっぱり海といえば、あ、ちょっと、いやでもなんせエビが多いね。そうだね、死んじゃうからね。うん、エビ食べたら死んじゃうからね。あ、うまそうだね。うまそうだね。おにぎりとか、これはうまそうだね。これちょっと帰り、ちょっと寄りたいところだね。あ、すいません、ここって何時までですか。何時までやってます。6時まで。じゃあ朝8時。なるほど、はい、じゃあ、まあ、ちょっとぐるっとしてもらおうか。すみません、ありがとうございます。やっぱ早いんだね。ああ、そうだね。朝も早くて閉まるのも早いんだね。あ、郵便局？違う違う違う。あ、こっちか。おかしいだろ。そっか。ああ、金色夜叉。顔出せる。顔出せる。ちょっと撮ってもらおうかな。はい、今金色夜叉の顔パネルに入ってます。じゃあ俺が知ったかな。はい、早く撮って、これきつい。うん、いるよ。さ、あ、サクがいなくなっちゃった。いや、あ、乗れる？サクいいよ、乗って。サク、あ、サク乗れない。そっち、そっちだ。どっちか。これは花火のやつですね。花火のやつ。これさ、親子で撮った方がいいんじゃない？謎メンバーで撮って。謎メンバーだ。変なメンバー。完全なる謎メンバー。うん。あ、あそこに服の湯。ふくふくの湯ってのちょっとてか手湯になってる。うん、ここで足脱ぎたら結構ね、すいませんね、ちょっと楽しいことでしょ。割とワイルドだなこの人たちみたいな。お、何、手湯のふくふくの湯、これ飲むことはできないですね。手を手に手を浸し温泉の温かさを感じて幸せになってくださいっていう。そういうことね。この温泉の源泉名は福福温泉で、地中300メートルから噴出しており、温泉の温度は300メートルだよ。30メートルじゃないよ。あ、本当だ。短っ。300メートルから温泉 76.77 度。熱々っつって、気持ちいい、気持ちいい。あ、これは気持ちいいね。これはいいですな。あ、いいよ、ね、あ、うん、あ、ちょっと、ちょっとすみません、幸せに、はい、ありがとうございます、幸せください。こっちにも幸せに。そう、お地蔵さんにかけると、これは幸せになれるよという。あ、どうもすいません、喋りながら。どうぞ。ねえ、そうみたいですよ。温度ちょうどいい温度になってます。でもね、出した後が寒いんだもん。冷えてから。これずっと手入れておくわけにもいかないしね、これ、ね、うん、冷たい。すごい。あ、これはどんどん冷えてくる。なんだ、なん、あ、切り傷、神経痛、関節痛、関節痛で肘ぐらいまで入んなきゃいけないじゃん。関節痛、疲労回復、難しいね。なかなか、手湯か、初めて聞いた。足はね、聞いたことあるけど。あったかい、あったかい。あ、無臭だね。何もしない、匂いが。うん、ねえ。あったかい。出した後が寒い。うん、徐々に冷えてくる。でもちょっと手しっとりしてる。うん。あ、いいね、いいね。あ、逆向けが治った。そんなすごい。すごいな、もう。ただ浸ってペタってなってるだけだね。エレクサーがねからもう。お嬢さん。うん。さあ、じゃあとりあえず端から干物を見て。干物だけしか見ないんだ。主に。紙どころとかあるね。あ、紙どころもあるんだ。ここも古いのかな。今回は思いつき会なので、斉藤優も伊藤大輔もいないという。結構ですね。他にもだよね、うん、本当に。そして、まあ、大阪に共に行った長さんもおらず、ね、お仕事中でございます。お仕事中でございます。たまたまオフになった伊月さんを拉致監禁。監禁っていう。拉致連行だよね。連行ですね。監禁はしてない。監禁はしてない。拉致連行。ああ、すごい。そう。これね、お写真で見せることはできないですけど ね、 そうですね。今 SV の話はしていいんですか。これ、いいですか。 SV も一緒に来てるんですけど、SV ご家族と一緒にですね、我々夫婦と、鹿島さんという謎の子を、ね、組み合わせで今、熱海を散策中でございます。あ、ちょっとつまみながら行きますか。バラ売り、あ、え、この赤いのって何ですか。白あんだね。へえ。あ、じゃあ、お魚も干してる。じゃあ、俺赤いの。
じゃあ赤いの1個ください。じゃあ僕茶色いので粒あんください。赤は白あん、はい。エバラ売り1個110円でございます。 ありがとうございます。はい、すいません、いただきます。おお、なかなか熱い。まあ、取んないと、インサートを取んないとね。しかにね、ついつい食べちゃうから。ついついすぐ食べちゃう。はいはい。さあ、残念な斉藤優、来てくれればね、楽しかったのに、誘ってもないから来ない。知るわけがねえな。うん、うん、あ、サクもピンク。サクもピンク。うん。粒あんうまいですね。うん。白あんと一口交換しませんか。うん。あ、いい、うん、いい甘さですね。うん。あ、粒あんも美味しい。あの、この温泉饅頭って前歯に皮ひっつくよね。うん。ありがとうございます。温泉まんじゅうもみじ堂でございますね。ぜひお立ち寄りの際には。うーん、わさび豚まんとか超うまそう。うん、これ食べ歩き楽しいっすね。ねえ、見てください、温泉卵のガチャガチャですよ。本当だ。何なんだろうこれ。これはすごいね。干物1枚2000円、3枚当てて148円お得。いや、うん、あ、うまいね。あ、お出汁のスープがですね、まだ温泉卵のお茶漬けに、温泉まんじゅうじゃない。あ、これはうまい。うまい。うん、あごだしのちょっとみんないただいた方がいいわ。いやー、そう、アワビ串ってこのガチでアワビなんだ。本当だ。切ってあるとかじゃないんだ。ね、今この店歩いてるとね、アワビ串とあとだし塩っていう、あ、ごめん、これうまい。ありがとうございます。うん。これは何？え、これも食べていいの？天草、うん、これで。おー、あ、天草うまいね。天草のところ天も本物の天草のところで。どっち派？これは水派。ああ、じゃあ酢関東のね。うん、酢醤油派。酢醤油もね、黒蜜のところでうまいね。これはスッといっちゃうやつ。これはね、いいね。うん、うん、うまい。これはうまい。あ、本当だ、香りするね。うん、うん、磯の香りがすごい。これが天草ですね。はあ、はあ、はあ、うん、お、ついにこのガチャガチャガチャに行きました。ガチャどうでしょうか。今ならなんと日本初、通常648円が500円でガチャガチャです。紐、はい、の1枚に、はい、ていいか。ババン、黒いカプセルに入ったこのガチャ。お、金貨が、ワンピースのメダルが出てきましたよ。これはこれはどういうことだ。どういうことだ。ちょっと、お、え、じゃあ金、金は、金はちょっと行ってみましょうか。今金の、金のメダルを、金を、お、え、これが1位かな。おお、おめでとうございます。すごい、すげえ、初めて見た。お、初めて、すごい、すごい、ね、え、もう、なんか今日死ぬの。うん、帰り気をつけてね。え、これは1位らしい。だ、全種類食べ放題だ。違う違う、そんなシステムあるか。おお、すごい、すごい。SV 大当たりを引きまして、さっき、僕はのサービスエリアで1000円ガチャ引いて、ただのブレスレットみたいに取ってきた。大島です。あ、だから誰にも言わなかった。すごい、おお、すごい、
え、何枚やるんですかそれ。20枚。すごい、もう SV 機は全生活できますね。あ、これで1ヶ月ぐらい食っていける、ね、食ってきますよし、これは帰りのでね、車の中でお裾分けをねだろう。20枚うちで食い切れないからね、持って帰って持って帰って。やった。こんなこと。あ、2枚入れといてください。うわ、ありがとうございます。すごっ、こんなことあるんだ、すごいな。ねえ、引きますね。引きますね。引きだな。このありがとうございます。ありがとうございます。何の干物ですかこれ。アジです。アジ、アジ、美味しい。アジ、すいません、ありがとうございます。いただきます。おはようございます。500円でアジの干物20枚いただきました。おめでとうございます。申し訳ないからところてん買っていい。うん、そうね、何か買っていこうかね。申し訳ないからさ。ちょっとこの伊藤のアジ、伊藤のアジ、あ、美味しそう。ありがとうございます。こちら網元徳造丸さんでございますね。なんかかけた、母に負けないように味だよ。スタート。よし、スタート。あ、こちらちりめん山椒もありますね。すごいな、ここの町はいろんなものが。ちりめん山椒もいい匂い、いい香りだ。これここの街歩くだけでお腹いっぱいになれそうな。お、鹿島さんはところでお買い上げでございます。黒蜜バージョンをいただきました。あ、黒蜜バージョンね、はい、あ、すごい。うん、はい、大ちゃんは、ああ、同じ色ね。店員さんと同じ色してるから。冷静に。いや、またありがとうございました。すごいですね、干物ガチャで大当たりを当てる。初めて見たっていう、うん、店員さんに初めて見たと、うん、観光地ですよね、ここ、うん、観光地、まあ、そもそも干物ガチャっていうの自体が面白いなって。干物ガチャってすげえな。それでアジ20枚を当てるって。帰りちょっと事故らないと。帰り本当気をつけていただかないと、うん、さすがにね、アジ20枚で死にたくないじゃん。デコール。はい。おー、ね、行ってきたよ。楽しそうじゃないですか。でしょ、もうね、やっぱり30枚の下りがね。ありますから。当ててましたね。そうなんです。いやー。ワンピースのコインっていうね、はい、なんかゲーセンかどっかでもらってきたやつじゃねえかなっていう。まあ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 。まあね、うん、すごいんだよ。で、これの時に、はい、これ一番最初の方にですね、しょっぱなお店に入って僕が、はい、商店街に入って、で一発目の干物屋さん、はい、ほぼなんかね、もう干物ロードになってるわけですよ。まあそうだよね、あの通りはね。そう。で、ここ何時ですかって聞いて、はい、で、6時までやってますっつって、その当時がまあ、さっき言ったと思うけど、16時ぐらいなのよ。おうん。で、あ、じゃあちょっとぐるっと回って戻ってきますね。その時に買いますって言ってるけど、その途中で30枚当たっちゃってるから、もう、戻れない。戻れない。そしたら、その商店街って V の字になってて、駅まで行くと、もう一本あるのね。あ、はい。うん。で、帰りがそっちから帰って。でね、まあその SB のお子さんもいるので、はい、あまりこう無茶なことはできませんでしたけども、熱海って言ったら、はい、秘宝館っていうの知ってます？存じ上げております。ちょっと大人な。そうですね、アダルティーな。そうなんです。あそこもさすがにね、4歳児連れていけねえなと。あ、3歳児じゃん。あ、3歳児か。3歳児連れていけねえな。4歳だったらいいのかな。4歳だったらもう若干大人の感体は、階段は登ったわけですからね。まあ、授業ですよね。かなりトラウマなんじゃないか。俺もまだ一回見たことなくて。あ、そう。ある？もうね、素敵な春画が、たくさん並んだ場所でしたよ。春画なんだ。ま、あ、そう、今度じゃあ行ってみますね。行ってらっしゃい。はい、じゃあまあそんな感じで、閉めますかそろそろ。あ、もう、まあ、あれですか、熱海旅行で語り尽くしました。もう、大丈夫ですか。もう、熱海旅行楽しかった。うん、うん、それに尽きるね。で、来週何やる？来週、うん。あ、まだね、何も。うん、でもそろそろあれだね。ケンちゃんの言ってた何かとかもやってみたいね。そうですね、うん。
じゃあ企画を何か。じゃあ久しぶりに斉藤優さんの書いた本でも読みますか。読みましょうか。そう、頑張ってあれするよ、効果音つけるよ。あー、編集で。それは嬉しいですね。もう効果音一切なしの本を書いてですね。無駄にバスって。その時幸子が振り向いた。バスバスとピューンゴーンバゴーン。振り向いただけで何があったんだ。どうしたんだよ幸子。ピエット。おい幸子、幸子おい。幸子何があった。なかなか素敵な話になりそうですけれど、ね、じゃもう今あれでしょ、実際もう書き溜めてるんでしょ。書き溜めてる。おーそうね。もうね、来週のあれにはね。そうね、もうなんかね、それなりの時間くれれば来週には間に合うんじゃないかな。そうだね、来週の木曜日ぐらいに持ってきていただければ。じゃあなんかテーマもらえれば。あ、本当？はい、じゃあ書きますよ。じゃあどうしようね、この2月か、もう2月に入ってるもんね。もうそうですね、次の放送では2月に入ってますね。じゃあゆうくんといえばやっぱり僕のイメージで童話とかをモチーフにしたのとか。あ、よく、童話をパロったものパロってますね。なんで、2月といえば節分。はい、節分がございますね。はい、じゃあ鬼を、ちょっと、なんか、鬼をモチーフにした楽しいお話を。楽しいお話。わかりました。いいよ、もう感動に振ってもいいよ。恐怖に振ってもいいよ。そしたらもうね、泣いた赤鬼をパロディーものを。かの名作、泣いた赤鬼を。笑った赤鬼と。よくわかんないですけど。浅そうだな。よかったじゃん。テーマ、鬼で何か節分に絡めてかけたらいいかなと。はい、じゃあ。これぐらいで終わりいたしますか。はい、この時間のお相手は姉妹企画でコール AKR と斉藤優でした。バイバーイ。